蘇我課長シリーズは、淡坂妻夫による推理小説のシリーズ。若くして引退した美貌の女流記述師、蘇我課長が探偵役となり、事件を解決していく。小説家でありながら、マジシャンという顔も持つ作者だからこそなしえたシリーズである。シリーズ全22作は、1980年から20年にわたって執筆され、2000年に完結した。 2000年に出版された、記述探偵、蘇我家常全集は、このミステリーがすごい。2001年版国内部門第一位、2001年版本格ミステリーベスト10第一位を獲得した。単行本、記述探偵、蘇我家常全集は、期間文と新作を合わせた一冊本で刊行されたが、講談社文庫版は、配列を変えて2冊に再編集されたため、天井のトランプ。 花火と銃声に続く作品を重複なしで入手することはできない。2020年発売の草原推理文庫版は、高段者文庫版を定本にしているが、発表順に戻されている。書籍、蘇我家長若くして引退した美貌の女流記述士、竹梨警部警視庁、捜査一課の刑事、串目京一記述士志望の少年、鮭博史記述材料店、気候堂の経営者、 時田道貞世話好きな記述関係者、牛虎三郎新進記営の記述史、鳩使いの名手、ジャグショウ沼田記述史、牛虎三郎の弟子、エッセイ集、ミステリーでも、記述でも、にエッセイ、蘇我歌唱の誕生が収録されている。初出時の表題は、藤形少女歌劇団付属音楽学,学校寮、集団中毒事件の真相初出時の表題は、 ソマカジョウの大暗号エッセイ集、ミステリーでも、記述でも、に、天井のトランプ文庫化に関するエッセイ、名探偵は除記術師が収録されている。ありがとうございます。